立花さんは賃金引き上げの具体策をどう考えていますか。はい、もともと賃金を上げる必要性はないと思ってます。政府や政治がですね、賃金を上げるなんていうことは必要なくて、やはり政治の世界でやらなければいけないのはですね、セーフティーネット、分かりやすく言うと生活保護のこの最低のセーフティーネットのラインをですね、水準を上げることですよ。今15万円ぐらいですけども、できれば25万円ぐらい、年収にして300万、少なくとも月20万円ぐらい、年収240万円ぐらいのセーフティーネットがあれば、国民は安心して仕事ができる、もし失業してもですね、生きていける。このまず政治は最低のこのセーフティーネットが非常にそこに行っても大丈夫だという安心感を提供することによって、自分のやりたい仕事、好きな仕事を頑張ってやることができる。もっともっとこうサラリーマンを増やすんじゃなくて、独立して事業をしていく人を増やしていく、これが非常に重要で、もう年功序列や終身雇用というのを廃止をし、労働力の流動化を図っていく時代に来ていると考えております。